メガシャーク vs メカシャークはアメリカ合衆国のビデオ映画メガシャーク vs クロコザウルスの続編メガシャークとクロコザウルスとの戦いから数年エジプトまで運ばれてきた氷山から突如としてメガシャークが出現する3度復活したメガシャークを前に国連は全海域の封鎖を決定猛威を振るうメガシャークを倒すため試運転前であったが最新兵器 メカシャークが出撃する。だが、圧倒的な強さを誇るメガシャークの前にメカシャークと軍は苦戦する。果たして人類はメガシャークを倒すことができるのだろうか。カッコ内は日本語吹き替え2015年12月31日2時5分3時35分テレビ東京にて、年忘れロードショーとして地上波発放送。 t v ステーション関東版2016年1号80ページ、ぷいモルカー監督、心が無になったこともコマ取りアニメ秘は。アンアンニュース。2021年7月20日閲覧。ありがとうございます。